声優と芸人を掛け合わせ新たな魅力を発掘、クロちゃん岡野コンビと声優のコラボ企画がこれだ。クズ芸人をイケボで救え。はい、さあ会いましたね。僕たちね、クズ芸人って、ね、呼ばれること多いんですけど、はい、声の体じゃないのかなと思いまして。なるほど、声がじゃあもうちょっと違ったら。そうです、そうです、そういうことでございまして、今回は我々がこの普段の様子っていうのを、はい、こう VTR で、撮ってきましたので、はい、それをイケボな声優さんにこうやってもらって我々の印象を変えていただきたいな。どう考えても無理でしょう。わかんないから。だって僕ね、だって言ったらこの顔のなのにこの声って、逆にもっと低い声だったら合うと思うけど、高いから合わないの。だから変えてみるといいと思うの。なるほどなるほどね。とりあえずやってみましょうか。やるだけね。ちょっとあのイケボな声優さんを希望ということで、今日は神尾くん来てもらってますんで。お願いします、神尾です。その声がすごいね。そうなんですよ、声がすごくいいんですよ。自分で言うの。やべえやちゃんこいつ。いろんなところでクズクズと呼ばれるクロちゃんと岡野さんが喋ってるところにイケボを吹き替えたら印象は変わるのか。 VTR はクロちゃんが恋愛感を語ったインタビュー映像。そこで飛び出すクロちゃん節満載の発言をイケボで吹き替えてもらうのだ。まずは聞き慣れた普段の声を確認。じゃあですね、ちょっと今回は、クロちゃんに恋愛感とか、いろいろ語ってもらいたいなと思って。恋愛感丸裸になるってことですか？そうですね。そんな簡単に僕、裸になるタイプじゃないですよ。はい、腹立つ。そうですね、恋愛感って、やっぱね、人間なんて、どこで生まれたかによってどんな人間になるかって変わっていくじゃないですか。全員が全員に同じことしても僕は正解っていうのはないと思ってるんですよ。それぞれ、ね、なので僕は恋は実験実験しながら生きてますね、うん、たまになんか格言みたいなこと言うんですよね。恋愛に関するクロちゃんの言葉、このままだとちょっとまずいのでイケボに吹き替えてみる。吹き替えスイッチポチッとな。人間なんてどこで生まれたかによってどんな人間になるかって変わっていくじゃないですか。全員が全員に同じことをしても僕は正解っていうのはないと思ってるんですよ。なので僕は恋は実験実験しながら生きてますね。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいよ。今推しのギャルは誰か。みちょぱ。割とずっと言ってらっしゃいますよね。そうですね、だって去年もね、自分が狙ってる女の子ランキングナンバーワンがみちょぱで、今年もナンバーワンみちょぱなんですよ。可能性が、パーセンテージがゼロじゃなければ突き進んだ方がいいと思ってるので、みちょぱが、ね、今は幸せかもしれないけどこっからね、本当に幸せが続くか分かんないので、心の中にぽっかり穴が開いてしまったら僕がそこに飛び込むよって。僕はみちょぱのナインボールだから。まずいぞまずいぞ、吹き替えスイッチポチッとな。みちょぱが今幸せかもしれないけどこれからも続くかわからないので、ひどい、その時心にぽっかり穴が開いた時は僕がそこに飛び込むよ。僕はみちょぱのナインボールだから。キョウちゃん、キャバ嬢は、はい、好きなところ どういうところが好きなんですか？ありえないスピードで成長していくからその成長過程を見逃したくないんですよね。育成ゲームだね。僕にとってのキャバ嬢は宝探しですね。うん、本当の宝物をしっかりと自分が選びたい。おかしくなってくる。別に接客うまいなんて僕求めてないですから。それよりも隙を見せてくれと。うん、いけそうな空気出してくれたら俺も鍵を見つけて開けようとするから。いつまでも僕はトレジャーハンターなんですよね。うん、終了。すごい、すごい、いや、めちゃくちゃすごい。マジでこんな変わるのかと思って。足立さんどうでしたか、今のご覧になって。いや、ちょっと混乱しちゃって、ところどころクロちゃん出てくるからめっちゃクズだな
と思うんですけど、すごいイケボが聞こえてくる。あれなんかすごいいい名言言ってんのかなっていう確かになんか格言めいたこともたまに入ってるしね。ナインボールの下りめっちゃ良かったわあそこ一応面白かった。ありがたいですよね。そう、それ嬉しいです。これだから分かる、なんでナインボールって降りたのか分かる。最後に落とす的な感じですか、うん、そうそう、だから最後の恋は俺だよっていうことね。ちょっと今のところもちょっと神尾くんに当ててもらっていいですか。いろいろボールが転がってって最後の恋は俺だよ。あ、かっこいいかも。やっぱそうか、やっぱ声大事かもしれませんね、はい、そんな違うんだいや、そこまで違うんだ。そこまでね、効果があるとは。ではクロちゃん過激発言っぷりをさらにレベルアップ、イケボでどこまでごまかせるのか。まあ、好きな女性どんな格好服装をしてもらいたいですか。ダメージジーンズ好きですね。あ、破きたくなる、ちょっとビリってで最終的にちょっと破きすぎた後にあ、じゃあ寒いだろうからちょっとクロちゃんがカバーしてあげるねって、そこを手で押さえてあげたりとかしてやりたいだいぶ癖の強い発言だが、これも控える。ポチッとな。破きたくなるビリビリって、最終的に破きすぎた後に寒いだろうからクロちゃんがカバーしてあげる、手で押さえてあげたりしてやりたい。クロちゃんの結婚相手に求める条件、はい、それがまあ今年のものが発表されたと、はい、ちょっと改めてどうですか、教えてもらっていいですか。まずパソコンが使える人どういうこと、車の運転ができる人、年収が600万以上の人20歳から24歳まで、最後がゴリゴリのギャルいるかな。ゴリギャルですね。ゴリギャル、ゴリギャル。この年齢設定は何かになるんですか。もともとは去年とか一昨年までは、20歳から23だったんですよ。24歳の子が、私24歳だからクロちゃんの結婚条件入ってないね、じゃあ1歳あげてあげるよ20歳そこそこの子が僕に結婚したいと思うなんて 100% 僕のことを本気で好きなんですよ。だからその情熱を欲しいんですよね。妥協はして欲しくない俺というものを取り合って欲しい。終了。いやすごい。あれでもさっきはなんか、うん、ちょっとクロちゃんの言ってる内容が声でマイルドになってましたけど、うん、そうですね、今はまやかしが通じない感じになってきた。まやかしって何ジーンズの下りが一番気持ち悪すぎて何言ってんのみたいな、ね、なんかちょっといい線まで行ったんですけど ね、最初は本当にいい感じだったんですけどね、うん、後半やっぱり気持ち悪かったなっ、気持ち悪かったね。難しいやっぱ内容が一番大事だってことは分かったね、うん、声じゃないじゃんなんでもギャンブルがお好きということで。そうですね、一番好きな4文字はパチンコ好きな3文字が競馬もう本当に大好きなんですけど。どうですか女性から見て、でも、うん、ギャンブル好きの男性っていうのは自分のお金があってその分の中、うん、範囲内でやってくれるんだったらいいんじゃないんですか。なるほどなるほど。でも自分の範囲外ぐらいからやるギャンブルが一番面白いですクズですねクズですねさあクズと言われる岡野陽一をイケボで救えるのか、やってみよう。お願いします。すいません本当にちょっといろいろと気になるところがいっぱいあるなと思ってすごい、ね、片付けたつもりなんですけどね本当にまあなかなか、なるほど、はいはい、掛け事の前にはこれをするとか、験担ぎこんなことすごい研究してる。でも僕意外とその何でしょう、楽して稼ごうというのは僕ダメだと思ってます、はいはいはい、で最初は僕もやってたんですよ、カツ丼食べたり、それこそカツをね直接ポケットで忍ばして売ったら出るんじゃないかとかやってたんですけど、それはやっぱダメだということで、自分を苦しめるっていうのを結構やってます。その例えばパチンコ打ちながらここを思いっきりつねったり、誰にもバレないようにつねりながら打ったり、こうやって自分を苦しめる代わりに出してくださいって。やっぱりね、楽して稼ごうなんてね、やっぱおかしいんですよ。パチンコの験担ぎについてやっべえことばっか言ってるね。
さあイケボの力を借りたまえ。吹き替えスイッチポチッとな。カツをね、直接ポケットに忍ばせて打ったら出るんじゃないかやってたんですけど、それはやっぱりダメだった。自分を苦しめることをやってます。例えばパチンコ打ちながら思いっきりつねったり、誰にもバレないようにつねりながら、こうやって自分を苦しめる代わりに出してくださいっていう。やっぱりね、楽して稼ごうなんておかしいんですよ。あ、いい。シアロカドとかこれはどういう。去年の自粛でもあまりにもパチンコ屋も行けなくて、ずっと僕休まずやってきたんで、その感覚を忘れるのがとにかく怖いなっていうことで、あの自分で作ったんです。でピザはデリバリーで、あれこれピザの箱でできんじゃねって言って、本当にできちゃったんですよ。できたんだ。あー、何言ってんだおめえ。さあ神尾くんの出番だ。吹き替えスイッチポチッとな。ずっと休まず僕やってきたんで、感覚を忘れるのがとにかく怖いなと思って自分で作ったんですよ。あれピザの箱でできるんじゃねって、本当にできちゃったんですよ。岡田さんにとって、はい、パチンコって何ですか。パチンコは親ですかね。自分に全てを教えてくれた、諦めない気持ちとか、努力は必ず報われないってことも教わった。どんなに早く5時から並んでも負けるときは負けるんですよ。かっこいいな、なんか。手作りのパチンコ以外にも昨年のステイホーム中にハマっていたことが。これね、ごめんなさい、あと1個あったんですけど使っちゃいました。これが揃った大当たりっすわ、はい、で次が米倉涼子さんで、蟹江敬三さん、なんで石坂浩二さん。頑張れ。いやー、これはこれは石だね、石。頼む頼む。おお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 お、石坂、石坂、石坂浩二さん、頼む頼む。石坂、え、石坂浩。おいおい、すごい確率だ。石坂浩。もう一個欲しかった。なんで使っちゃったんだ。ほら、楽しいでしょ。めっちゃおもろいですよ、これ。ここにあるのが競馬。あ、競馬新聞。これも遊びましたね、自粛中いっぱい。競馬新聞でこのいろんなものを作ってましたね。犬です。犬じゃないんだ。ずっと一人だったんで、なんか嬉しいんですよ。あ、犬だみたいな。で最初はこういう動物だったんですけど、徐々にこう抽象、やっぱそうなるんです、抽象画っていうんですか、何ですか、これ分かります、これ。わかんない、なに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 、これ。これは母の優しさ、父の強さ。結局こういう風になってくんですよね、芸術っていうものは。徐々にそっちの方に行っちゃいましたね。いや、すごいすごい。さあ神尾くん、どうですか、岡野さんの吹き替えしてみて。質問とは別に回答だけ聞いたらすごくいいこと全部言ってるんですよ。そうだよね、本当に刺さること言ってて、努力は必ず報われないってこと、例えがおかしいだけで、うん、まあ叶うことばかりじゃないよ。そうです、そうです、とか、まあ、あの抽象的なところは分かんなかったですけど。急にだね、急にここからはさらに踏み込んだ質問へ。ギャンブル中心の生活がゆえに、あらゆる思考がおかしなことに。恋愛観や友人関係について聞いてみると、好きな女性のタイプみたいな、どういう方なんですか。僕の好きな女性、なんでかわかんないですけど、目が鼻
離れてれば離れてるほど好きです海物語とか好きだからかな、魚とかが性格なんて何でもいいですよ別に僕は離れてれば何でもいいですよ僕は別にあの、はい、やばいね、やばいよ、頭の中がパチンコ玉でいっぱいだ。イケボに変えよう、吹き替えスイッチポチッとな。目が離れてれば離れてるほど好きです。海物語が好きだからかも、魚が性格なんて何でもいいですよ僕は目が離れてれば何でもいいです。芸人のお友達とかなると村さんとかは、そうですね、モグラとかザ・マミィの酒井とかだから、ヒゲ生えたやつしか友達いないですね、ここに。ここにヒゲが生えるからクズになるのか、それともここから生まれた付属品なのか、みんなそうじゃないですか。クロちゃんさんとかも将来ヒゲとクズの関係について本を書きたいっすね。あ、面白そう。勝手に書くんじゃないよ。今度は普段の食事について聞いてみた。ご飯食べるぐらいだったらその1回転でも多く回したいんで、回転結局食べ物ってもう全部何食ってもうんこになる。いいうんこして褒められるならいいもの食べますけどクズだな。ないよ、まずいぞまずいぞ、吹き替えスイッチポチッとな。結局食べ物って全部何食ってもうんこになるじゃないですか。いいうんこして褒められるならいいもの食べますけど、ね、いいですねやっぱり。最後は多額の借金について。これはさすがにイケボでもごまかしきれないか。まあ1200万くらいあるんですけど、返すためにギャンブルをやらなきゃいけない。働きもしないでギャンブルもしないってもう返す気ないじゃないですか。だからやってるんです。どういうふうに借りてるんですか、誰に。友人です、各地の友人がいまして、言い方あれですけど100万円以上が大口の友人、8万から100万までが中口の友人で、8万以下は小口の友人。いや終わった終わった。ちょっとどうですか、なんかちょっと感じ変わってきましたね。ちょっと借金の下り当たりぐらいがちょっとおかしな方向に行ってる。なんかそうですね、反応がなんか 変ですね。いや普通普通普通ですか。普通普通そんなに借金もあったらそれこそ彼女とかそういうのできなくなるんじゃないんですか。最近できたんですよ。え嘘でしょ。目の離れた、目離れてます。目彼女がね、たまたまタワーマンションです、大口の彼女ってことですよね。大口は言い方が最低なんですよ。彼女には借りてないですよ。なんでそこだけ怒んだよ本当に。いや、いい声で言ってくれたんだよこっちは。